安倍総理大臣はアメリカとカナダに続きましてオーストラリアもダイヤモンドプリンセスに乗船中の自国民の退避を希望していることを明らかにしました。ですから今後オーストラリアでの方で乗っている方々が国に帰る可能性があります。今日も慌ただしい動きがこの船の出入り口でありました。今現在はですね、救急車1台と大型のバスが止まっているのが見えます。そして自衛隊の車が奥にありまして、その裏に救急車やバスが止まって、今日新たに感染が確認されたおよそ70名の方、あるいは高齢者の方々を搬送していくという様子がありました。アメリカ人の方々を乗せるチャーター機は今夜到着予定です。でこちらにはバスおよそ20台が来る予定となっています。そのバスに乗る前にまず検査をして、そして羽田空港で離陸前にまた検査を受ける、そしてアメリカ本土に着いた後も検査があって、その後2週間の隔離という流れになるそうです。でその隔離を拒否する方もいるようで、だったらまあ下船する19日以降の下船を待つというアメリカ人の方もいるようなんですね。船に乗っているアメリカ人の方に話を聞きますと、順調に行けば午後6時頃からこのバスに乗る作業が始まっていくのではないかということでした。